怖い。あれは本当にすごかったね。そしたら上がり派手系の話でしょ。あ、いやね、これパルフェ。あ、そうかそうか、はい、パルフェ。そうそうそう、それで有名なパルフェとかがあって、だから、まあ正直言うと、丸猫、通称丸猫と呼ばれてたんやけど、丸とさんがシナリオで猫にゃんさんがイラストを描くっていう、丸猫コンビって呼ばれてたんやけど、基本的には丸とさんのシナリオが当たるっていう。猫にゃんさんは実は外れもあんのよ。ギガだとラズベリーとか、はい、であとミルクソフトというところで火の月っていうのを撮って、俺個人的にはこれいいゲームだったと思うんだけど、エンディングテーマめちゃくちゃいい曲なの。柏木ルザジンさんが、あのガチモードの時の柏木ルザジンって言ってたから、あの人も両極端やからさ、あの小卒さん並みに柏木ルザジンさん、ルザジン、ルザリン、柏木ルザジンって知らん？なんか知らないな。いや絶対この曲知っとると思うよ。まあ文字列でみたいなのを思い出すかもしれないけど、いやこの曲は絶対有名やもん。ああ。ムカムカナース、ムカムカナース、生むき生むかび、ムカムカナース。はい。あの曲の歌詞とかって柏木ルザジン。ああそうなんだ。うん。ムカムカナースとか、スクミズメイドとか、うん、数々の超電波曲、うん、まあ、ミコミコナースが一番やっぱ代表格ではあるけどね、うん、その人の超ガチ曲、あの人はガチに振り切るとめちゃくちゃ感動的な曲作るから、旅人の歌っていう曲だけど、あれはもう、うん、いい曲、うん、夜聴くと今でもたまに泣けてくるもん、ね、泉ルート思い出して、うん、もう何か悲しいって、もう生まれながらにして病弱で絶対死ぬために生まれてきたヒロインなんやけど、うん、だからきっとこの子死ぬんやろうなと思ってたけど、そういう子に死ぬかっていうでも最後好きな人のためになろう、そうかっていう、うん、ああでもあれもあれは本当に語る人が少ない名作だと思うんだけどな。ただそんなには売れてない、正直もう1000本も売れてない、800本700本ぐらいっていうのルーツかな、あれ、うん、だからね、まあ結構あとはラズベリーとか、ラズベリーも滑っとったかな、ギガのとかってのがあるから、正直ネコニャンさん のイラストだからっていう、滑るときは滑ると、ましてやシナリオライターが変わったらこれは痛いと、トンヤさんの方がね、うん、でうちはいや待て待て待て、そんなこと言ったら、うん、うちなんて火の月からはまっとるんやから、別に丸太さんじゃなくて、もそもそもそれで書いたのが清夏さん、清夏さんやで、言うてその大ヒット作は確かにそんなにいねえんだけど、ネコネコソフトにずっとやってた人、ネコネコソフトのシナリオをずっと書いてた人だから、いやいやいや、そんなまあサナダラとか、まあ 微妙に受け悪かったのもあるけど、そんな大外しする人じゃなくて、ネコニャンさんやからこれいけるってって言って、小一時間も見たことがある佐野さんの、まあまず俺うちと佐野さんが両方ともこれはいけるぞって言った作品ほぼほぼないもん。何ぐらいだ、赤面ソフト2の G 戦場の魔王ぐらいか、これは行くなって言っとったけど、あれは行くなって言っとったけど、あとはリトバスぐらい、うん、新作を仕入れるのってロットは何本なの？うちは別に1本単位からできるのができる、あれだなんで、ちっちゃいエルメアさんなんて1本単位とかでしょ、うん、まあ一応送料の兼ね合いとかがあるもんで、卸値で2万円以上かな、うん、2万円切るとちょっと送料がかかってしまうみたいな、やっぱそこら辺ちょっと気をつけながらの発注ではあったけど、大
回、元値が、5000円前後くらいかな、5000円から4000円くらいかな、フルプライスの商品で。忘れとったのもうカメラ回しとるの使えないな日地すぎるな日地すぎるし18禁だしなあでもあの頃は一番オタクやってたな本当にまあでも思うのは全然ゲーム やらなくなったよ、本当に。タライさんやらんかったけど、全然やらなくなったけど、なんでかなと思ったけど、多分単純に動画編集が楽しい。ああ、楽しくやれてるならいいかね。楽しいし、多分俺にとってゲームになってる。YouTube に動画を上げるっていうのが、それこそ計画練って、プラン立てて、計画立てて、自分で実行して、それを編集して、加工して、で、投稿することによって、実際に生のリアルな環境があるわけや、再生回数とか、高評価数とか、そういうような。で、それを見て、トライアンドエラーで次のゲームに進めていくみたいな。だから、ただで、無料でできるソーシャルゲームになってる、俺が、YouTube、俺にとって YouTube が。で、ワンチャンお金がもらえるかもしれない。はいはい。よっぽど怪しいペイペイもらえるとかっていう、中国の、ゲームよりよっぽどへん。私はこれで、たくさん稼いだ。片言のね、なんかも怪しい日本語の。あれも、広告面白いけどね、ああいう。1000万資金を手に入れたとかもなんかもう、そうそうそう、単位おかしい単位おかしい元になっとるしおーいってあるあるあれは面白い、まあ、結局そういうまあゲームやる時間結局最近は結局そっちの方が楽しいからな、まあ稼ぎたいとかっていうのもあるってあるけどね、音楽を聴くこともない。音楽を聴く。ああ、聴くのは聴く。どうしてもこういう撮影やってるときは、なんか声やんでね、あれやけど。最近やとそれこそ、今まま聴くのと、スバルちゃんまま聴くし、まあ、スイスイちゃんもこれ前でちゃんと聴いとるかな。でも、そういうとこは分かるんだ。そういう VTuber の。ただ、あんまりそんなフォローをガッツリ聴いとるとかじゃないから、意外とマリン船長とかもそんなに曲は聴いてねえし、水星ちゃんはやっぱ聴くだ聴くね。確かにね。で、あとは、基本的に V だと、未来あかりちゃん軸で見てるから、はい、うちは。で、まあ、未来あかりちゃん、音楽活動はね、すげえ活発にやってるから、今も新曲結構出てるし、今ちょっと更新がね、減っちゃってるけど、あれがあるから、未来部っていう、どでかい、ライブイベントがある兼ね合いで、そっちで多分今撮られてるのか。オメシスも出るらしいけどね、それ。ああ、そうなんだ。音楽プロジェクトが、基本的に動かし方は、でかい動かし方はできるからね、あそこは。言うてバンナムやからな。あ、そうなの？そうだよ。バンナムって。そうだよ。じゃなきゃさ、俺もさ、最初さ、いくらなんでも大丈夫かって、結構さ、広告費とかもドーンって使うやん。スーパー GT でいたし走らせたりとかさ、今ホロライブがやってるようなことを、もう初期の段階からやるというの。で、あそこ、見とって不思議なのは、今、まあよくオワコンって言われとるけどさ、未来やかりちゃん。まあ一番最初いかんのもザラっていう状態やん。なのにさ、何裏のスタッフが 4,5 人ぐらいおって、多いや、演者1人に対して裏方が 4,5 人ぐらいおって、
で、しかも外注担当みたいな人までおって、もう全部、あの、サムネとかも全部オール外注なんですよ、そこ。どう考えてもめちゃくちゃ金がかかる方式なんだけど、未来赤井ちゃん大丈夫なのかね。結構新曲 PV もバンバンフルグラフィックで出すやろ、めちゃくちゃ予算かかってるけど大丈夫なのかなと思っとったけど、うん、あとあの途中で気がついた、バンナムだって。そりゃ打てるわっていうか、考えてみると、そうすると確かにアイマスの手法に似てるから、その PV の売り方とかそのあたりも、じゃあキャラクターのアイデンティティーグッと押すタイプ、アイマスのキャラソンもどっちかというとそういう感じや、明るい感じの子はとにかく明るい感じのやつでどんどんドーンって打ってって、結構そのあたりの感じは、なるほどな、あそこバンナムかって、あ、それ使えるわ、よかったって。そりゃこんなでっかい同時配信イベントとか開くとか言うわ、あるよどうやんだ、予算めっちゃかかるぞこれと思ったら、何のことはない、そりゃバンナムならできるわ。あ、これ帰り、一作詞なんだっけ、イベント、何、保育園のところを川奈駅方面に行った方が帰りやすくなるかな。石屋串のところ、ああそこか、はい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 、坂登ったところ、そうだね、できた橋から行ってもらった方が、ただこれ入りにくいんだね。そうなんだね、